分あそこが9店舗ですね。で、あの店の入り口に十手観音って書いてありますね。横浜のサープラにもありましたね。多分ね、横浜のサープラとここにしかね、この十手観音なかった気がする。台数がかなり少ないんで、レアですね。入店、みんなすげえお菓子持ってる。あの、お店見た感じ、イオキャッチャー専門店かと思ったんですけど、太鼓もありますね。すげえすげえ。やっぱり中入んなきゃよかった。あの、店舗紹介するの忘れた。ここは静岡県のサープラ富士遊びタウン。お、太鼓開いたっぽい。あ、埋まっちゃった。そっから入って、わ、エアホッケーの隣だ。太鼓、他にもゲームいろいろ置いてありますね。ちょっとあの太鼓が埋まってるんで、あの店舗から紹介しよう。はい、こんな感じです。広いな。お、店舗紹介した後に開いた。あれ、これど、え、これなんか見たことあるな。あー、前のあれか、旧店舗にあったサープラの張り紙がそのまんまってことか。なんだこれ、20周年。なにこれ、当たんの。デモ画面、音ちっちゃい。シリアルナンバー。この張り紙なんかあんま見ない気がする。昔の張り紙かな。曲が昔なんで。au ペイでいけるんだ。で、公式前橋が売ってる。サープラだ、めちゃ跳ねる。ここがめっちゃでかい。で、こっちメンディー。メンディー85ぐらいあるぞ。ご注意、曲をクリアしないと次の曲は遊べませんって書いてあるんですけど、これは昔のことですね。今はクリアしなくても遊べる。そんなもんですかね。で、お店の許可なく麺を削ったり麺を剥がすなどの改造行為はおやめくださいって書いてあるんですけど、がっつりこれ多分許可もらったのかな。こっちは痩せられてない。こっちが痩せられてますね、完全に。あの、この 2P でやってると後ろのあれが映る。あの、さっきやった左側の太鼓はロール処理確かに、まあ、入るんですけど面が滑りますね。なので、ちょっと1クル目だとツルツルしてやりにくかったです。まあ、でも完全にサープラの太鼓って感じですね。どこもなんかあんな感じの面してる。で、まあ、右側の太鼓はあくまで余計だとか見るか。これめっちゃ可愛い。これ羊のショーンかな。なんかグテッとしてる。あ、さっきのキャラクターがいた。これがね、反射してましたね。あ、普通の人は気にならないと思う。で、横になんだこれ、おみくじ。なんだこれ、結構やられてますね。なんだろう、一回やるか、記念に。
なんだなんだ、すげえ拍手した。で回せばいいのか、すんげえ目立つな。開いた、すげえ大々基地なんだけど、すごくね。成長期、挑戦したいことがどんどん出てきます。確かに合ってますね。財布確かに当たってるな。ゲーム後半に腕が上向く。ラッキーアイテムストラップ、すげえ。これ牛じゃね。牛かな。ウッシーみたいな動物を見つけたけど、豚かな。すんげえウッシーに似てるんだけど、多分ピンクの見た感じ豚だよね。で10円キャッチャーもあったんですけど、ちょっとあれですね、微妙ですね。であっちにあれありますよ、十手観音の上、音鳴ってる。すげえ10本以上取れてる。すごいね、うまい棒値上がりしたからね、もう完璧に黒字ですね。よし、やっと回ってきた。でこれ入れると上のあれが拍手するのかね。あ、そうだそうだ。いや一回やったことあるけど、まあ自由に動かせるか、やっぱ手前側がいいかなって。お、すでに取れた。お、いいんじゃない、いいんじゃない。お、いい、いい。あ、やばい。そこに落ちちゃったよ。さて、何本だ ?3、6、9、11。ちょっと微妙だな。アザラシもかわいい。アザラシかな。で、初心者マークがついてる。さっきのウッシーと比べて、こっちの方が取れそうですね。で、こいつがさっきからうるさいです。店内にすんごい響いてる。あの、こっちにも迷子あったんですけど、なんと100円1回。これやるんだったら、あの十手観音のがいいですね。わあ、これもでかっ。これ食い切れないよな。すげえ、ここにもあった。トライポットで、景品がトイレットペーパー。やる人いるのかな。あ、これ崩れてますね、ちょっと。いやー、まあトイレットペーパーだしな。だってさ、あのさ、トイレットペーパーのさ、容器屋ちゃやってたら、どんだけトイレットペーパー欲しいんだよって思われそう。まあ関係ないけどね、そう言われたら、いや、あの、うんち拭くように取りますみたいな感じでポジティブに言えばいいと思います。で、こうメダルゲームもあるんですね。すごいな。1000円で300枚、いいね、多いね。で、メダルゲームコーナーがこっちですね。で、太鼓の近くにマリカ、マイマイ2台、音劇1、チューニズム2。あ、すげえ、ニデラール、すごいな。音ゲーは以上ですね。ということで、あの、陽キャッチャー全部見たんですけど、やっぱり横浜のサープラの方が、あの、いろんな種類があった。まあ、さすがに横浜だからね。まあでも、たくさんあっていいです。じゃあ、太鼓開いたら、次の台やりましょう。いやー、この配置ね、下手したら、ホッケー飛んでくるな。ということで開きました。これ痛そうだな、手にぶつかりそう。で、色がどっちも一品の色ですね。シリアルナンバー、なんだこれ。他にも張り紙が、前の張り紙ですね、これも。確認しないと怖いな。まあ大丈夫そう。この台もロール処理結構入りそう。よかった、こっちはいいわ。80以上入りそう。母さん。
先が甘いかな。こっちがめっちゃ入る。もう一回。カシューやばい。85くらい普通に入る。なんと店員さんに聞いたら牛だった。ピンクが豚で、あの黒が牛らしい。ちょっとね、 TikTok とかで勉強したからな、こっち向いちゃった。いや牛だったら惜しいよね。いや結構むずいな。しかも500円入れても変わんなそうですね。だったらまあ100円ずつ入れましょうか。いやここにね乗っけたいんですよ、この柵のところに。柵ちょっとちぎりすぎたか。あーボールが取れた。これが取れちゃうとね、確率とかがなくなっちゃうかもしれないんで、あんま取らない方がいい。あむずっ。おお、ワンちゃんワンちゃん、牛だけど。どうなるどうなるどうなる。牛。起きたんじゃない？うわ。確率が来たかと思った。ウッシー。いや俺はウッシーのせいでね、牛が好きになってしまったよ。うわむず。あの3本で掴まないとがっしり上まで行ってくんないな。これでどうだ。あーむずいな。がっしり掴んでみよう。あーうわー惜しい。あーかわいそうかわいそう。鼻ぶつけた。お金ここに行っちゃって。あぶね。おいい感じにつかめたか。あーダメだ。えつかまな。あれミスった。あーボールが。ああやっと確率来たよ。2500円ぐらいかな使ったお金。お上向いてる。あのそろそろまだかよと思ったんでよかった。まだ全然取れないかと思ったよ。そしたら確率来てほんとよかった。だってねこの分のお金があったらね、たくさんウッシー見れるからね、太鼓お金入れればね。まあ、記念にこのウッシー隣に乗っけて太鼓やるか。ということでまさかもう一クレやることになるとは。ウッシーが出てくるよ。ウッシーでこっちもウッシー。おいうまうまがあったらね、ウッシーウッシー出てきたんだけどね。急遽隊太鼓の達人14に入ってるんですけど、ウーシシはウッシーみたいな。ウッシーできなかった。ウッシーごめん。はいこんな感じです。あいいオチにはなったわ。クリアをしてたら三つの海で落ちてたね。これからはねこのウッシーも大事にします。カードゲームとプリクラもあった。お結構いいんじゃね。おーおーおー、え、すごくない。え、すげえ。15。お次取れる。うわめっちゃ惜しい。マジか。確率来い。よいしょ。夏祭りが流れてる。
ドドンドンドンドカドロドンドンドドドンカドンカカドカ連打連打。その後結局ヨーキャッチやってるんですけど、これめっちゃ取れる。あ、これも太鼓に入ってるわ。これね、出口がね、もう全部一緒だから、さっき他のお客さんとええー、みたいになった。やべ、始まっちゃった。まだっけ。